はようございます、こんばんは、バディオです。さあ今日もウォールロボッツ皆さんと一緒に見ていきたいと思います。今日はですね、逆転劇の一戦をちょっと皆さんと一緒に見ていきたいかなと思ってます。最近私の試合なんですが、非常に逆転劇が多いです。まあ熱い試合なので、楽しいって言えば楽しいんですけれど、あまりにね逆転劇が多いのでちょっと理由を考えてみたんですね。まあ動画編集しながら動画振り返ることが結構あるので、まあ自分の戦いを振り返る機会って最近多いんですね。そうするとまあ分かってきてるっていうかさ、なんとなくっていうか、まあ意識してたことでもあるんだけれど、初手ってさ、私やっぱ少しイモリ気味なんですね。理由は初手の機体って、ドローンにビークを使われることが多くて、ご存知の通りビークってね、一発目当たるとステルスになるじゃないですか。このステルスの期間、敵に、身を晒すのを避けたいっていうちょっと理由があって、ちょっと後ろに、まあ、の全く後ろではないんですけど、味方がいれば味方の3歩ぐらい後ろぐらいを、まあ、歩いていくような感じっていう戦い方になってると。でいきなりねセンターサークルに入ったりしない、ちょっと様子を見ながら敵の、機体編成とかを見てから中に入るとかね、ちょっとその慎重さが出てきたっていう、まあ、言い方すれば、まあ、かっこいいんだけれど、まあ、いきなりこう貧乏くじ引きたくないので姑息になり始めたっていうところが、まあ、ずる賢くなり始めたっていうところが正しいところなのかなっていうのがちょっとあって、それが原因なんじゃないのっていうのが、一つの理由かなって今考えてたりします。これから一戦逆転劇見ていきますけれど、まあ、そのあたりをですね、皆さんの目を通してですね、ジャッジいただければいいかなと思ってます。やっぱりバディオがお前のせいで、前半苦しくなってんじゃないのっていうような判定であればですね、コメント欄に書いていただけると今後の参考になりますので、よろしくお願いいたします。それではですね、早速逆転劇の一戦見ていきたいと思います。よろしくどうぞ。さあバトルモードはビーコンラッシュだ、やっていくぞ。さあどことマッチする、さあ来い。マップはバレですね。初手はこの子緑ちゃんでいきますよ。さあ行くぞ。さあどことマッチするんだ。お、なんか XYZ の雷くんいるけど、俺この前さ雷くんにさマッチしたんだけどさ、偽物でーすって言われちゃったんで、こいつも多分偽物っぽいな。どれが本物かよくわかんないぞ。まあちょっと様子は見ていく。ああ団子か、団子は分が悪いな。よっしゃお前展開したらやっていくぞ、やっていく。いやーでも硬いな、こっちもガチか、何だろう。いやいやいや、そこでさ、あなんか押されてんな随分と。お敵のこう前面出る圧力強いぞ。きついな。リフセンターのツインターボよく彼とも待ってせよ、なかなか火力強いから、ね、やっていくぞ、やっていく。俺じゃねえのか、まあいいだろう。よし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 。おうおう、タマさんおるじゃん。相変わらタマさん全面に出てくるな。いいぞ、それだけはさ、今チャさんがさ一生懸命タマさんをさ鍛え直してるけど、あれ余計なことやらなくていいぞ。このまま前に出てくるようにしてくれ、頼む。少なくとも10月22日の大会まではそのままにいてくれた方が俺たちには党にとってはありがたい。よし来た、よしよしよし、タマさんそれだそれだ、それが大事なんだ、その前に出てくる、それが大事なんだ。いいぞ、いいね、もうそれをずっと続けてくれ、頼む。よっしゃ、あやられていく。俺にヘイターが向いたぞ、余計なこと言ってる場合じゃないな。あこれ逃げていこうとしてるな、さてはさらに前に行こうとしてるのか。やるな、でも俺はそれは見逃さねえぞ、やっていく。いや相変わらずだな、でも敵陣のここへ来るか、なかなか根性座ってるぞ、タマさん。あよしよし、やっていく。まあ火炎じゃちょっとやれないよね。シールを貼った状態の火炎なんてさもうほとんど効かねえから。さあ落ち着いていくぞみんな、ちょっとタマさんのこの前に出てくる圧力にはちょっと驚いたから、いやあいつ足止めるぞ、いや足を止めていく。そしておおタマさん真ん中に入ってるのか、よし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 、ああ今時死んだわ、ちょっともうそろそろ武器変えた方がよくねえか、まあいいだろう。でまた前に上がってくんだろう、
よしよし、あ、来ないな待ってんだけど来ねえな。まあいいだろみんな落ち着いていく。おお、敵陣の奥取ってるのナイスだな。うん、あとそこに張り付いててくれればもっとナイスだけど、多分まあでも落ちちゃうだろう。あー、ダメだダメだ、味方がねそこいっぱい湧き始めちゃったらさ、ダメだから、あそこいらないから、あくまでもヘイトか。あー、まあいいだろう、まあ、俺はもうタマさんにしか見えない。タマさん最高だから、よし、来た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 、そしてタマさんをやっていくタマさん最高いいぞ、そのスタイルが大好きなんだ俺は。よし、続けてくれ。いやー、なんだあの野郎、誘導でこそり狙ってやがった。足を止めていく。よしよし、また俺のところにヘイト行くな。まあいいだろう、あんまり大したことないから。そうだよ、火炎はな、横動くとさ当たんねえから、うん、我慢が大事だよ。まずはさ、タマさんを探すのも大変なので、まあ、とりあえずあいつをやるか。探さなくても目の前にいたね。さすがだな。期待通りだぞ。でちょこっと顔出していく。ああ、向こうも分かってた。許してくれタマさん。許してくれ頼むから。ちょっと遊んでる暇がなくなってきたぞ。ずいぶんとビーコンやられてるぞ。さあ行くぞ。しかしタマさんをやるのは俺の出番だ。いやー、トリプルキルもらっていく。やるな AF 戦隊。ああ、ちょっとなんだこいつ、こいつこんなところで何してんだ。やっていくぞ。ランページもらっていく。まだ緑ちゃんから乗り換えあれだな、ずいぶん残ってるな。よし、貴様もやっていくぞ。よっしゃ、横向いてるとやられるぞ。俺シルブレ持ってるからもう貴様の命はないに等しいぞ。うん、さよならだ、お疲れさんだ。よしよし、そしてなんか枠だ。ああ、シルベチャが枠なのか。よし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 、もう勝ちパッカ。ああ、アビリティ使ったな。もうアビリティ使ったら今度は俺のターンだから、分かってるのかお前。そこでアビリティ使うのはダメだ、素人だぞ。よっしゃ、やっていく。タイタンスレイヤーいただいていく。いや、ちょっと楽しんでる場合じゃないぞ。ビーコン相当負けてるんだけど大丈夫か。味方すまん、ちょっとね、タマさんを見かけてさ楽しくなっちゃった。すまん。よし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 、じゃあ俺も火星に行くけど、ここで飛んでいくやつはダメだ、やられちゃう。ゆっくりゆっくりと行くんだ。そうだぞ、あいつをちょっと、あいつのシールド、あ、なんだよ、フェイズ使えよ、あいつのシールドぐらいはちょっと外してやるか。よいしょ、なんか当たってなかったな。まあいいだろ、ラグか。さてと、ここさえ抑えれば勝ちなんだが、なかなか向こうも分かってるから猛攻激しいけど、タイタンじゃなかったらそうやれないと。大丈夫か。いや、でも意外ときついな。お前大丈夫だろ。このセラフだけがちょっと嫌な感じがするけど、まあ誘導だからな。誘導のセラフってったらそんなに怖くねえんだよな。パンチャーはさすがに怖いんだけど。よし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 、あいつはビーコンを取りに行こうとしてるな。なかなかやるな。でもそれは俺に逃さねえから、こっそりとここに湧いていく。よいしょ、大丈夫だ、俺にはシルブレがあるから。ダメなんだ、だから。いや、ステーク、くるくる回ってるな。うん、ラグか。それはしょうがないな。よし。タマさんは、まあ、そうだな。あんだけ前出てたら、速攻で落ちるだろうな。本日も逆転劇。ああ、ごっつぁんですね。もう敵位置だからな。どうにもなんねえだろ、あれは。さあ、どうもどうすか。まあいいだろう。もう、無理して行ってもしょうがねえから。湧き直しするまでもね。ジジだ。相変わらずタマさんいい味出してるね。うん、俺は大好きだ。よし、茶さんもそのあたりの良さを取らないようにしてほしいね。さあリザルト見ていくぞ。どんな感じだ。2位か、いまいちだな。7キル4ビーコン、タマさんは1位だね。3キル4ビーコン500万。ナイスだ、 GG だ。敵の一番下は58万、あれだな、ちょっとレベルが低かったんだね。まあしょうがないね。逆転できたのもまあ多分あの戦力差があったんだと思います。2位の雷くんはどうだ、ちょっと見ていくか。
なんか編成的にはさ本物っぽいけれど、まあ違うんだろうな。うん、まあいいや。はい、ということでご視聴ありがとうございました。気に入っていただけるようでしたらチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それじゃねー、またねー、じゃあねー。